緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。令和3年度入社を目指す就活生の皆さん、こんにちは。就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子です。新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請などにより就活に不安を感じていませんか？福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会、そして FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートします。月曜から金曜、毎日午後3時から10分間、福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。毎日2社、令和2年度新卒者採用予定の企業をご紹介します。あなたを求めている企業がきっと見つかりますよ。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りします。今日初めにご紹介する事業所です。業種が電子メーカー繊維、福山市神鍋町に本社を置きます株式会社サンエスです。サンエスはですね、繊維電子の2つの部門が経営の柱となっている会社です。はい、繊維と電子、全くの異業種ですよね。この異業種を同時展開している企業というのは珍しいんですが、まあ、ここにですね、サンエスの失敗を恐れないチャレンジ精神の起源があるということなんですね。はい、創業は1932年、もともとはですね、織物から始まった、まあ、繊維でね、繊維の会社だったんですね。ちょっと意外ですね、今となってはね。うん、はい、この繊維事業だけではいずれ限界が来ると模索していたときに、卓上電子計算機の組み立ての話があったということで、はい、そこから電子分野、こう未知の分野にですね、参入をしたということです。うん、新しいことに挑戦し続け、繊維部門と電子部門の技術が融合し生まれたのが空調風人服。お、これね、見たことあるかもしれない。あると思います。あの作業服の背面にね、小型ファンがついていて、うん、体の表面に風を流して汗が気化することでエアコンがない場所でも快適に過ごすことができるという、はい、この空調風人服を開発した。うん、まあ、これからもですね、新商品を生み出してさらなる発展を目指しているということです。サンエスの一番 PR したいこと、当社の魅力は新しいことに挑戦ができるというところです。はい、もし失敗をしても、失敗から学んだことを次に生かし成功へつないでもらえればそれで OK ですと。うん、心強いですね。心強い、はい、私たちと一緒にチャレンジしてくれる方を待ってますということなんですね。はい、そして就活生に一言、就職活動ではですね、学生時代にどんな経験をしたか、その経験から何を得たかということを自分の言葉にして相手に伝えることが大切だと思います。面接がですね、まずは雑談から始まって緊張をほぐしてから行うようにしているから、そうなんですか。もうあまりですね、この面接が終わった後にですね、あまり緊張せずに面接ができたと言っていただけるような面接を心がけているということなんですよ。面接というとね、なんか普段使わない言葉とか、ね、丸暗記したのをどうやってこう思い出すかみたいなところがあったりしますけれど、そういうのはないんですね。ないということなんですね。すごい配慮ですね。はい、はい、ぜひたくさんの方とお会いできることを楽しみにしていますということです。サンエスのですね、説明会は6月18日木曜日午後1時30分から午後4時まで、福山市神鍋町にあります株式会社サンエスの本社ビルで行います。またですね、随時、受け付けているということでもありますので、ぜひ、連絡をしてみてください。求人数はですね、大学院卒若干名、大卒5名、短大専門学校卒3名、高卒3名ということです。お問い合わせ先の電話番号です。084-963-8585、 084-963-8585 です。株式会社サンエスのご紹介でした。
続いてご紹介するのは建設業福山市地吹町にあります浦部建設工業株式会社です。浦部建設工業は1920年の創立ということで今年で100周年。おお、そうです。信頼と実績がないとここまで長くは続かないですよね。新鮮ですね、はい、土木工事と建築工事をメインに広島県内で数多くの工事を手掛けていらっしゃいます。山陽エリアの大動脈である国道2号線、そして中国山並み街道とも呼ばれます尾道松江自動車道の道路保守維持工事、道路改良工事、そして橋梁下部工事など幅広く手掛けているということなんですね、うん、そして建築工事では庁舎、学校、病院などその町の風景を作って暮らしを豊かにする建築物を数多く手掛けているということです。この目に見えるっていうのいいですよね。あの道路とかこの建物はっていうふうに言えるのは社員としてはやりがいもあるし、そうですよね、自信にもなりますよね、うん、浦部建設工業一番 PR したいところというのは仕事内容は施工管理、実際に作業するというよりは工事現場のまとめ役ということなんですね、うん、でこのまとめ役というのは学生時代に学んだことも活かせるんだけれども、それよりもチームワークだったり、うん、コミュニケーションが大切、社会人になってから磨かれる部分も多くあると思いますよということです、はい、まあ、ものづくりっていうのはとても夢があって広がるんだけれども、隣の人とどうか、うん、地域の人とどうか、一緒に作業する人とどうかっていうところも大事っていうことなんでしょうね、うん、で先輩社員の半分以上が広島や岡山といった地元の大学または専門学校の出身の方、馴染みやすい職場というのもね、スッと入れる第一歩ですよね、うん、安心感があるというところもこの浦部建設工業の一番 PR したい魅力の部分ということだそうです。求人数ですが、大卒者若干名、そして短大または専門学校卒若干名ということになっています。募集方法は現在マイナビ、電話またはメールで受け付けています。会社説明会ですが、希望する日時で行うということで、場所は福山市地吹町にあります浦部建設工業の本社です。お問い合わせの電話番号は 084-922-1254、 084-922-1254 です。就活生の皆さんに、企業の情報はホームページ会社説明会でも得られると思いますが、はい、それぞれの企業や業界っていうのは文字や情報だけでは魅力を伝えきれないことも多いと思います。好奇心のアンテナを張って魅力のある世界をしっかり見て自分の就活の軸を探してくださいということですよ。福山市地吹町建設業浦部建設工業株式会社をご紹介しました。今日は株式会社サンエス、浦部建設工業株式会社、この2社をご紹介しました。本日ご紹介した企業は FM 福山の Facebook また YouTube でもアーカイブしていきます。聞き逃した、誰かにも教えてあげよう、そんな時はぜひ Facebook や YouTube をチェックしてくださいね。またリスナーの皆さんから質問やご意見も募集しています。メールアドレスはbingo@fm777.co.jp bingo@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8778 084-920-8778 です。福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りしました。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子でした。ではまた明日。